全体にですね、
印象が変わるとかね、もっとそのコンセプトに、コンセプトはいいんだけどドラマチックにしないといけない、もっと主体的な主観的な見方でクローズアップしたり切り取ったりっていうことをやった方がいいんじゃないか。あるスパートの方が言ったことが全てじゃなくてですね、まあ、いろんな見方をやっぱり世界の中でもされてる人はいるということなので、まあ、そこはあまりその気にしなくてもいい。画像を送ってるっていう方も習いのうち2人の方がそう言っていただいたりなんで送りたいんですけど、やっぱりそういう時に CD とかあればその場で渡せるので、多分反応がレスポンスが違ってくるんだろうなというのは感じました。ティアガードの45っていうやつで、紙屋さんに行って買ってきました。これはロールで売ってる。そうです。でこれは、この幅のロールで、61cmのロールで買って、エプソンの TX-H8000 か。プリンターを借りて借りてと、フォトショップのビッグ形式ってあるんですか、ありますね、そっちじゃないとですね、PSD ですね、ダメですね、レイヤーデータになってもだんだん減らしていってるとか、そこまあまあ、ね、まあ、大きいのはやつ、5倍以上なんだね、これね、部分部分を見ると普通の写真なんですけども、全体を見ると画角が非常に広くてですね、180度を超えている写真になっています。これは大きいサイズは3線でして、あとは A2 サイズをこの3枚を含めて計17点、こうちゃんと作って持ってったっていうの自体が初めてやってみました。でさらに15人向けたんですけど、15人にこうずっと見せてっていうのが、これはまあもうすごいやってますね。一斉にやるっていう機会自体がこれ初めてだったので、でした。で内訳ですけど、スパのカテゴリーですと、エージェントゼロ、フェスティバルの方が1、ギャラリーが5、パブリッシャーザンプレスが5、インスティュートとファンデーションとかが4という内訳が出てます。自体というよりも、その一つの挑戦として、俺のコンセプトをその海外の人が聞いたときに、どういうもんだろうかっていうことが、実はちょっと個人的には一番興味があって、パリのね、クロード・サミュエルさんっていうおじいさん、その人フランス語しかなくて、で、おばあさん、その人が片言の英語ができると。で、まあ、片言同士だったのが良かったのかもしれないんですけれども、大変そのおじいさんが興味を示してくれて、お前の言ってるのはゴッドなのかゴッズなのかどっちだったの、いや俺はゴッドのいろんな側面がゴッズなんだから一緒なんだと、でお前はそのお前の中に神様がいるって言ってるけど、じゃあ俺の中にもいるのかと、その通りだって行こうみたいな俺にも神様がいるうれしかったんですよ。お前いつまでいるんだろう。木曜日に帰らなきゃいけないんだろう。そうか。とにかくデータを送ってこいってその人は言ってくれましたね。で、まあ一応でも CD 持ったんで、それ CD 渡しましたけれども、その少なくともまず初めての経験のチャレンジでそこまで行ったっていうのはね、もう私もう。すごく嬉しいです、なんかこうこれが1枚売れてどうとかそういうことをしに行く場じゃないってこともよく分かりました、あそこはやっぱりポテンシャルを示す場なんだと、そのもうコンセプトの議論ばっかりです、お前が言おうとしてることの、 その人と神との関係性みたいなことで、まあ、僕はねそのことをあんまり日本でもやったことないのに向こうの人とねそういうことができたっていうのはね、まあ、正直自己満足ですけど嬉しかったですよ。本当に今回帰ってきて後悔することは、自分が作品自体を英語できちんと説明を送るっていうことができなかったということが一番の反省点ですね。で何を契約してるのかということと、それからエキシビジョンをやったのかということをやっぱりよく聞かれました。でそれは、自分はちょっと受け止め方がない形になっていて、
お前の価値を判断する基準が俺にはないということが言われているだと思ったんです。つまり歴史上やってその反応はどうだったのかということを言えば、オムレツもいい評価ですよ、こういうところに取り上げられますよとか言えば、あ、ムラドの価値基準は、お前の価値基準はここら辺にあるんだなということが想像できた。でギャラリーと契約すれば、一つのやっぱりそのギャラリーを知っていれば、そのギャラリーっていうのがどの位置づけにあって、お前の判断をこういうふうに下した人間がいるんだったら、まあ、分かってもいいよなっていう、そういう一つの判断基準の材料として、そういうようなことを聞かれたのかなっていうことは強かったですね。結構簡単にできます。はい、でその後からオーバーラップを使うようにしてるんですけど、オーバーラップでいいよ。だからやっぱり一つの言葉を取ってやってるっていうことを、その哲学的に表現をするっていうことは、その言葉一つ取っても大事にしなきゃ伝わらないのかなって思うと、言えるようにも書かなきゃいけないっていうところを感じました。哲学としてはこういう感じです。スライドショーの方に順番に見せていくという、でここに書いてあるのはステートメントの要約と、それからステートメントの中にですね、このジパングっていう言葉の説明が入っているんですけども、それを非常に分かりやすく短い言葉でし直したり、なんかこう今日の聞いてるな感じの時に、1300年の昔に感じたりますっていう、そういう感じの中でですね、でこれは日作りの何ていうかな、カンパに合わせるなとか、そういうことでこうずらしながら、ストーリー検索しちゃいましたっていうことを聞かれているところをよくわからないっていうのもあるし、紙についての質問が非常に多かったというふうに感じてます。で、用紙については、まあ、伊勢橋さんの大直しっていうものを使わさせてもらって、小道具として特に一部だけ金パールを振り下ろしました。なので、まあ、今回限りこれおしまいっていう勢いで、まあ、使い切っちゃう。でも和紙強いし、まあまあ和紙はそこそこ強いんで、あれですけど、まあ、そういった意味も含めて、このクリアなところを取っちゃいました。まあ用紙については、まあ、さっきも言いましたけど、非常に皆さん興味を持っていただいて、どんなものだっていうのはいただきました。ただ、まあこのシリーズ、このシリーズ、カワセミならカワセミシリーズがいいんじゃないのっていう人もいるし、この写真は結構みんなで撮ったかな、ね、見えて7年とかね、うん、ああいうところのイメージは非常に良かったんですよね。そうそう、それはもう一発、ね、そういうのは非常に評価があったので、あとテクニカルが結構聞かれましたね、うん、そうね。あと、どういうふうに展示するんだと、展示方法はどうなんだってことを具体的に話をしようと。それはパウダーがついてるんで、どういうふうに展示するんだと、人が来る触ったらアウトだとか、和紙の質感をどうやって見せるんだということを具体的に示したと言います。そうですね、ガラスは入れるのか入れないのか、そうそう、そういうことは具体的に、大きさはどうなんだ、大きさはどうなんだ、そういうことは本当プロスピーというか、鉄塔鉄塔を守り尽くしていこうないと、そのくらいと文化が運転手について。